今回公開された新たな情報は交通網について、CSL2 の交通網では、住民や物資を実際に動かすことで、CSL2 の中の街における生活リズムを再現することができる。そして、この交通網によって街に命を吹き込むことができる。船舶、自動車、航空、鉄道など、あらゆる交通手段を自らの手で指揮することができる。命みなぎる、活気のある大都市を再現していくためには、当然だけど、都市内交通網を整備していく必要があるよね。ユーザーはもちろん、全く何もない状態から街をゼロから作り上げていく。当然、道路も線路も滑走路もない。そのような状態なので、まずは交通網を整備していくことが、CSL2 でも最重要になってくる。というわけで、CSL2 で利用できる交通網を一つずつ見ていこう。まずは道路交通網。前作でも一番初めに道路を敷いていたように、今回もこの道路を最初に敷き、そしてその交通網を活用していくことで街を発展させていくことができるぜ。ある程度交通網を整備し、街を発展させていくと、まず住民はバスやタクシーを利用してくれるようになる。こちらも前作同様、交通網としてある程度簡単に設定でき、コストもあまりかからない上、信頼性が高い交通網となる。ただ一方で、皆さんご存知のように道路交通網では渋滞を引き起こす。そこが最大の弱点となる。そこで登場するのが、電車トラム地下鉄といった鉄道網だ。この鉄道網によって、公共交通機関をレベルアップさせ渋滞緩和を図ることができる。ただこちらにもデメリットがあり、コストがかかり、交通網が複雑になってしまう。当然、鉄道の場合、線路だけでは機能しないので、そして車両基地を整備する必要がある。もちろん、それを補うだけのメリットもあるぜ。これまで同様、ドアツードアのサービスを提供できるため、多くの住民や物資を運ぶことができる。鉄道といっても、電車トラム地下鉄の3種類があるのでこちらも一つずつ見ていこう。まずは地下鉄。こちらは何といっても、文字通り地下に軌道を整備できるので土地を有効活用できるのが最大の利点。一方で都市再現をしたいプレイヤーにとっては、大半が地下に潜ってしまうのでそこが難点となる。続いてトラム。こちらの利点は、他の鉄道軌道と比べて導入が容易であること。既存の道路に対し、軌道を整備できるので街の構造を大きく変化させることなく交通網を整備することが可能になるぜ。そしてメインの電車。この電車の最大のメリットは、多くの住民を運ぶことができること。住民の移動だけでなく、多くの観光客を街に呼び込むことができる。また、貨物輸送としても重要な役割を果たすことができるのも大きなメリットだぜ。続いて船舶について。こちらも、鉄道網同様、住民の移動や物資の輸送に利用できる。そして船舶輸送の最大の特徴は、輸出入を考慮できることだぜ。鉄道網の貨物輸送でも輸出入は可能だが、船舶輸送の輸出入は積載量が大きく異なり、1000トンの荷物を運ぶことが可能になる。これだけの積載量があれば、他の町との貿易も現実的になるので、物資輸送の再現性もより向上するぜ。最後に空輸。空輸飛行機の最大のメリットは、住民の高速移動が可能になること。そして、ご存知の通り固定軌道の必要がなく、外の世界との接続が非常に簡単なことだぜ。もし、コストに余裕があり広大な土地もある場合は、空港建設も視野に街を発展させていくのも面白いな。街を大きく発展させていくためには複雑な交通網を整備していくことが重要になる。そこで強力なツールになるのが、交通情報流だぜ。道路交通網や鉄道網といったそれぞれの輸送網を個別に確認することができ、フィルタリングを活用することで、各々の路線情報を確認することが可能だ。住民の移動や物資輸送の最適化のためには、前作同様、交通網を整備して適切に管理していくことが今作でも重要になってくるぜ。